次に岡本明子君。はい、委員長。立憲民主党無所属の岡本明子でございます。今日は質問の機会をいただき誠にありがとうございます。私からはまずはマイナ保険証について伺いますが、今日デジタル庁にもお越しいただいておりますので、まずマイナンバーカードと一体化の点で、何回も確認をしてご答弁いろんな場面でしていただいていると思いますが、マイナンバー法においてマイナンバーカードの取得はあくまでも申請主義であって決して義務ではない、この点を確認させてください。デジタル庁内山審議官。お答えいたします。マイナンバーカードは国民の申請に基づき交付されるものでありまして、マイナンバーカードの取得を義務付けるものではございません。岡本君。はい、ごめんなさい。もう1点確認します。私マイナンバーカードを普及すること、あるいはマイナンバーの活用の可能なところを活用していく、これは基本的にはとても賛同しております。ただこれメリットを感じる方に利用していただくのはもちろん重要なんですが、総務委員会でも指摘をしましたが、例えば DV 被害者にとってマイナンバーカードやマイナ保険証にした場合、避難した先が加害者に知られてしまうというリスクも実はありまして、いろんな自治体で手続きを取ってください、危険がありますよということもお伝えをされています。必要な手続きを被害者側が取らないとメリットどころかリスクを感じるという場合がございます。こういうリスクを感じるという方にまでカードを強制するものではないということを改めて求めたいと思います。お答えください。内山審議官。お答えいたします。先ほども申し上げました通り、ご指摘のように DV 被害者などさまざまなご事情をお持ちの方いらっしゃると思いますけれども、マイナンバーカードの取得についてはそうしたケースも含めまして個々の事情にかかわらず本人の意思で申請するものでございまして、国民の皆様に取得義務は課されておらず取得を強制するものではございません。またご指摘ありましたようにマイナンバーカードのさまざまなメリットやその安全性については分かりやすく国民に周知広報をすることによってカードの取得の促進を図ってまいりたいと考えてございます。岡本君。はい、強制ではないということで、ただ一方でマイナ保険証は極力、紙を廃止をしていくということで、今の流れとするともう極力マイナ保険証にしてほしいという流れがあるんではないかと思います。これ資料で、資料1位で今現行 の国民健康保険法の規則の第47条では、被保険者証を被保険者に交付しなければならないとなっております。これから先ですね、この規則はこの部分は削除になってしまうのか、それから申請がなければ交付しなくてもいいということまで決断をするということなのか、この点お聞かせください。厚生労働省井原保健局長。お答えいたします。まず保険証につきましては、今回、マイナンバーカードとの一体化ということでございますので、来年の秋に廃止することを考えております。従来、被保険者全員に発行してきた仕組みについては、廃止していく方向で考えてございます。それから、マイナンバーカードで受診していただくということなんですけれども、マイナンバーカードにではですね、まだ取得してないとか、別の事情で資格確認が難しいという方に関しましては、ご本人の申請に基づきまして、資格確認書を交付すると、このように考えてございます。岡本君。はい、申請がなければ、交付しなくてもいいという決断に至るということでしょうか。井原保健局長。資格確認書が必要となる事情はさまざまなケースでございますので、基本的に本人からの申請に基づく交付すると、
基づいて交付すると、こういう仕組みを考えてございます。まあ、一方ですね、資格確認書の申請手続きの失念等によって、保険診療を受けることができないという事態、これは防がなければいけないと考えてございますので、まあ、当然、その来年の秋の健康保険証の廃止に向けて、マイナンバーカードの保険証利用の登録をしていない方には、その資格確認書の申請を促す案内を お届けしていきたいと考えてございます。また、ご本人からの申請ができない方につきましては、ご家族、あるいは施設職員や支援団体等の代理申請を促していくということを考えてございます。それでもなお、資格確認書の申請が期待できないと判断された場合には、本人からの申請によらず、資格確認書を交付することを可能とすると、まあ、こうした対応も考えているところでございます。岡本君。はい、私はこの規則、この第47条は削除するべきではないと思います。ちゃんと保険料を払っていて、でも先ほど申し上げました DV 被害者とか、あるいはパスワード、先ほど代理とおっしゃいました、代理申請とおっしゃいましたけど、自分の個人を証明するパスワードを代理だったら誰でもいいのかみたいな形で、他人がパスワードを知った状態でカードを使うということも、私からすると非常に疑問を感じざるを得ません。改めてやはりマイナー保険証を持ちたい方はぜひ持っていただきたいし、 100% 近く持っていただくことも理解はしますし、ぜひそれはメリットを感じる方はやっていただきたいと思います。ただ一方で持ちたくない、あるいはパスワードを他人に託してまで、あるいは自分でパスワードというのを覚えられない方もいらっしゃる、こういう中でまでマイナンバーカードにマイナ保険証を載せる、で申請されなければその次の手立て、その次の手立てということは私とすると賛同できません。ぜひこの、まあ、他のと法律もありますけれども、国民健康保険のこの規則第47号被保険者証を被保険者に交付しなければならない、これは残すべきだと思います。もう一、これは、国民健康法なんで大臣お答えいただきたいと思います。加藤大臣。今委員ご指摘の点でありますけれども、まあ、先ほど局長からも答弁いたしました。こうしてマイナンバーカードを一体化して、より良い医療を求めて、より良い医療を受けていただきたい、まあ、そういったことからですね、今回、保険証の交付を廃止するという法案を出させていただいているところでございます。まあ、合わせてですね、これ2つのシステムということになるわけですね、委員のおっしゃることはですね。そうすると、まあ、既存の人と普通に載せると、まさにコストの問題もございます。で、家内の方は一体化進めていただいておりますから、基本的にそれによって、現在の発行コストがですね、一定程度軽減されるというメリットもある中で、しかし他方で、マイナンバーカードをお持ちにならない、あるいは持たない、こういう方がいらっしゃるわけでありますから、まあ、それに対する対応は先ほど局長から申し上げたように、幾重にもですね、幾重の対策を講じながらですね、すべての方が健康保険制度の中で、特に保険料を納付されている方は、当然それにのっとったサービスが提供される、それを確保していくのは、これは私たちの使命だというふうに考えております。岡本君。もう一度大臣お答えいただきたいんですが、私は申請をして交付をしてもらうではなくて、交付しなければならない立場に健康保険組合、あるいは協会健保さんも含めてですけれども、保険者の方が被保険者に保険者証を交付するべきだと思っております。この点も一度お答えいただければと思います。加藤大臣。まあ、これ制度の組み方でありますので、もう健康保険証を廃止するということ、そしてその中でそれに代替する手段として今回の資格確認書という仕組みを創設をさせていただき、それに対しては先ほど局長から申し上げたように、保険診療を受けることができないと、まあ、こういった事態がないようにいくつものケースを置いていると。で、その前提として資格確認を受けることができない状況にはさまざまな事情がありますので、まあ、それを考えますと、
本人からの申請をしていただくという仕組みということとさせていただいているところでございます。岡本君。はい、まあ、重ねて一行お願いしたいと思います。逆に作業やコストも考えるとマイナ保険証のにされた方はどんどん保険組合の方でこの方は送る対象外といって別に管理をしていただければよくて、それに残った方々は一律発送できることになるんですね。で、申請主義だとずっと待ってなきゃいけない。で、逆に申請にもいらっしゃらない方の事情をこちらからアプローチしなきゃいけない、かえってコストがかかるのではないかと思いますので、ぜひご一考いただきたいということを指摘させていただきます。それからですね、私も昨日介護施設の方からご要望いただきました。マイナ保険証になってしまうとマイナンバーカードとして入居系の介護施設、今まで保険証、紙の保険証を預かっておりましたけれども、マイナンバーカードはとても責任が重たくて預かれないと。で、なんとか紙を残してくれという要望をいただいております。今安全に管理できる方法をこれから考えるという答弁が他の委員会でありましたけれども、まだ決まってない状態の中でマイナンバーカードに、マイナ保険証に介護の入居者の方々も一律と求めていく、こういうように受け止められる状況、これを一歩とどまっていただきたいと思いますが、この点は大臣いかがでしょうか。加藤大臣。現時点において、高齢者施設等において施設入所者の健康保険証を職員の方等が預かって、そして入所者が医療サービスを受けておられる事例があることは承知をしております。患者の方が先ほどから申し上げておりますように、このマイナンバーカードを利用して医療機関を受けていただく場合には、さまざまなデータに基づいてより良い医療を受けることが可能であります。まさに本人にとってメリットもありますので、そのメリットは高齢者施設に入ごめんなさい、高齢者施設に入っておられる入所者の方においてもですね、同じように享受していただきたいというふうに思っております。で、他方、今お話があったようなさまざまな実態もございますので、マイナンバーカードと健康保険証の一体化に関する検討会において、認知症当事者の方、そのご家族、介護施設の関係者を含む関係団体からもいろいろお話を伺い、2月には中間取りまとめをさせていただきました。そこにおいては、暗証番号の設定に困難を抱える申請者がおられる現実を踏まえ、今後、暗証番号の取り扱いについて検討する、また、施設入所者のマイナンバーカードの管理の在り方などについて、取り扱いの留意点を整理した上で周知安心して管理することができる環境を推進するとしておりますので、引き続きそうした関係者等々のお話もしっかりとお伺いしながら、やはり介護施設におられる入所者の方々も先ほど申し上げたようにマイナンバーカードを利用した形でより良い医療を受けていただく、そのように暗証番号の問題、第三者のカードの取り扱いの問題、課題等ございますので、そういった課題に対する対応を我々の方でしっかり検討し、また丁寧にお示しをさせていただきたいと考えております。岡本君。はい、ずっとより良い医療という答弁、いろんな場面でお聞きをしているんですが、具体的にどういうというところがまだ見えていないんですね。なので施設の方も入居者の方も不安の方が大きい、預けるよりもカードを預ける不安の方が大きいというのが今の状態なんだと思います。ぜひこの点も紙のままでいいよという選択肢もしっかり残していただきたいと思います。で、そもそもなんですが、保険証がなくても医療の受診と自己負担というのは担保されるべきだと思います。先ほどご答弁でちゃんと保険料払っている方はってお答えいただいております。で、これ、オンラインの資格確認システムが始まってますけれども、逆にマイナ保険証じゃなくってご本人が保険証の番号があって分かって、住所、氏名、生年月日、そして間違いなくその人が本人だというのがカードじゃなくても確認できれば、実はこのシステム上技術的には資格確認できるんじゃないでしょうか。いかがでしょうか。井原保健局長。
お答えいたします。医療保険を適切に運営していくためにも、医療機関等の受診におきまして、適切に本人確認を行って、例えばなりすましを防止する、あるいはもうすでに保険が失効しているという方への受診をその場で明らかにすると、こういう必要がございます。このため、今回、オンライン資格確認システムで確認する、あるいは健康保険証の提示によって、被保険者であることの確認をするということを今現在やっているわけでございますけれども、このオンライン資格確認のシステムにおきましては、例えば顔認証付きカードリーダーや資格確認端末の不具合、あるいはシステム障害等が理由で、資格確認システムが使えないという場合におきまして、そういうシステム障害時モードという対応が可能になっています。そうした場合には、患者のマイナンバーカードの券面情報を控えておく、あるいはその後に通信が復旧後にですね、オンライン資格確認等システムで、システム障害時モードを立ち上げて、事後的に確認すると、こういうことを可能にするシステムはございます。ただですね、そういうシステムを使ってやるのは、あくまでも特例的でございます。あるいは被保険者、今の被保険者証の場合でもですね、やっぱりなりすましの問題等がございます。そういう意味で言いますと、なりすまし等を完全に防止するというような観点、あるいは医療機関に券面情報を控えたり、給付率などの資格確認を事後的にやっていただくという事務負担をなくしていくという意味からしても、やはり今のオンライン資格確認システムを使った資格確認システムが有効ではないかと、このように考えてございます。岡本君。はい、私はみんなにそれを使えとは言っておりません。で、多少手間暇がかかるのも分かります。ただ、技術的にはできることなんです。なので、先ほど特例っておっしゃいましたが、マイナ保険証を持てない、持ちたくない、そういう方にはこの特例使うということもぜひ ご検討いただきたいと思いますし、これは厚労省としても考えていただきたいと思います。みんながみんなではないんですよ。多分かなり少数にはなると思いますけれども、やはりいろんな事情で持てない、あるいは持つ手続きが取れない、そういう方もいらっしゃいます。こういう方には保険証の番号が、それはご本人がもともと控えていていただくことにはなるかもしれませんが、個人確認が取れることで医療が受けられる、それから自己負担の割合も適正に受けられる、このことは考えていただきたいと思います。ちょっと時間の関係で先に次の項目移ってから時間があればまた戻りたいと思いますが、続きまして旧優生保護法における被害者救済について伺います。旧優生保護法は、優生思想、優生政策上の見地から、不良な子孫の出生を防止することや、母体法の理由で強制不妊手術等を敷いた法律です。1948年、議員立法で、国会の衆議院の全会一致で成立させたものです。96年まで実に50年近くわたって、障害者の人権を侵害する行為が行われていました。私も立法府の一員として、この点、議員立法で作られたという歴史、この点は本当に心からお詫びを申し上げたいと思います。さて、救済一時金の制度を作りましたけれども、なかなかこれ、認定の状況、進んでいないと思っております。2万5000件ぐらい手術した対象があるんじゃないかと言われておりますけれども、今、3月時点で1047件という状況です。さらなる周知の努力、適用していただく必要な方にお届けをする努力、必要ではないかと思いますが、これはこども家庭庁にお答えいただきたいと思います。こども家庭庁、野村審議官。お答え申し上げます。ご指摘の旧優生保護一時金の支給対象となる方々には確実に請求いただけるようにするためには、さまざまな機会ルートを活用して積極的に周知広報を行うことが重要であるというふうにこう考えてございます。これまでホームページ、SNS などを活用した周知でございますとか、障害者関係団体と連携しての周知広報、あるいは新聞広告、インターネット広告、ラジオ広告などによって周知に取り組んできたところでございまして、直近ですと本年3月に複数の全国紙に数回にわたって一時金制度についての広告を掲載をしたところでございます。
これらに加えまして、障害特性を踏まえた対応ということで、市は字幕付きの動画を YouTube にアップする、展示板リーフレットなどを作成、配布するなどの取り組みも併せて行っているところでございます。昨年度、令和4年度には都道府県、さらには、障害関係団体に対しまして、改めて積極的な周知広報へのご協力をお願いするとともに、都道府県に対しましては、各都道府県における周知広報への取り組み状況でございますとか、あるいは情報入手先のアンケートをした結果、こちらについても共有のために周知をしたところでございます。この一時金を着実に支給いたしますために、引き続き障害者関係団体などにもご協力いただきながら、積極的な周知広報に努めてまいりたいと考えてございます。岡本君。はい、さらなるご努力をお願いしたいと思います。で、一方でですね、資料3をご覧いただきたいんですが、訴訟になっている中で、損害賠償を命ずる国に損害賠償を命ずる判例が、これマーカーでつけた部分ですけれども続いております。これは子ども家庭庁としてはどのように受け止めていらっしゃいますでしょうか。自見内閣府大臣政務官。ご質問ありがとうございます。旧優生方法に基づきまして、あるいはこの法律の存在を背景といたしまして、多くの方が特定の疾病や障害を理由に生殖を不能にする手術等を受けることを強いられ、心身多大な苦痛を受けてこられたことについて、政府として真摯に反省し、心から深くお詫びを申し上げる次第です。その上で、継続中の個別の訴訟につきましては、それぞれの具体的な事情も異なることから、法律の解釈、適用を含めて個々に検討し、事案の内容に応じて一つ一つ丁寧に対応しているところでありまして、そのような観点から内容を精査いたしましたところ、除斥期間の法律上の解釈、適用に関しまして、いずれも旧優生方法に係る本件事案にとどまらない法律上の重大な事案を含んでいることなどから、上告せざるを得ないとの判断に至ったものであります。一方、こうした方々に対しまして、平成31年に超党派の議員連盟におきまして、法律案が取りまとめられ、国会において全会一致により一時金を支給するための法律が定められました。そうした中で、昨年2月の大阪高裁判決、3月の東京高裁判決以降の判決におきまして、一時金の金額を超える任用額が示されたことを重く受け止め、一時金支給法が全会一致で制定された経緯を踏まえ、今後の対応のあり方につきましては、国会にご相談をしているところであります。政府といたしましては、引き続き国会でのご議論の進展に向けて、最大限の努力をさせていただくとともに、ご議論の結果を踏まえて対応をしっかりと進めて検討してまいります。岡本君。はい、資料3でマーカーつけたところは裁判の、国に賠償を求めた判例です。で、左側にちょっと網がかかっているところ、5名の方が訴訟途中でもうすでに亡くなっております。これ、認定された方も3割がもう80歳以上、70歳以上だともう6割を占めている状況で、あまり時間をかけられないということも現実だと思います。今の国会等というご答弁ありましたけれども、国会としてもあらゆる知恵を絞っていく努力をするべきだと、私もその一員として力になればと思いますし、ぜひ政府としても一緒に連携をして被害者を救済していきたいと思いますが、再びお答えいただきたいと思います。自見大臣政務官。お答えいたします。旧優生保護法に基づきまして、あるいはこの法律の存在を背景として、特定の疾病や障害を理由に生殖を不能にする手術等を受けることを強いられた方々に対しては、平成30年当時超党派の優生保護法下における強制不妊手術について考える議連が立ち上がり、すでにご高齢であること等を十分に踏まえつつ法律案が取りまとめられ、国会において全会一致により一時金を支給するための法律が定められました。政府といたしましては、立法府の総意による法律に基づき、引き続き一時金を円滑かく確実に支給することで、その責務を果たしてまいります。また政府といたしましては、一時金の支給法が全会一致で制定された経緯も踏まえ、今後の対応のあり方につきましては、昨年6月、超党派議連に検討をお願いしたところであり、引き続きご議論の進展に向けて最大限協力させていただくとともに、ご議論の結果を踏まえて対応をしっかりと検討してまいります。岡本君。はい、
被害者に本当に救済の手が届くようにお互いに協力をさせていただければと思います。続きまして、出産子どもに関する医療費について伺います。と、子ども医療費助成にかかる国保減額調整、これ未収額は平成30年から減額 やめていただいているんですが、と政府の試案の中に国保の減額調整の廃止という記載があるんですが、ぜひ速やかに適用していただきたいと思うんですが、まあ、できれば遡って今年の4年度から適用していただきたいと思うんですが、この点いかがお考えかという点と、まとめてもう一つ、まあ、そもそも子どもの医療費無償化することは国として行うべきことではないかと思います。少子化の中でも、もうすでに小学校でも9割の自治体が無償化に踏み切ってますし、中学生でも8割を超える自治体が無償化に取り組んでいます。この点を考えると、ベースとして国が子ども医療費を無償化する努力をするべきだと思います。この点、大臣お答えください。加藤大臣。まず小倉大臣の下で取りまとめました、まあ、いわゆるたたき台において、地方自治体の取り組みを支援する観点から、おおむねすべての地方自治体において実施されている子ども医療費助成について、国民健康保険の減額調整措置を廃止するということ、ただ、合わせて、適正な抗菌薬使用を含め、子どもによってより良い医療の在り方について、今後、国と地方の協議の場などにおいて、検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずること、これも盛り込まれているところでございます。まあ、このたたき台を踏まえて、子ども未来戦略会議において、必要な政策強化の内容、予算、財政、財源、実施時期について議論を深めていくこととなります。また、個々の減額調整措置の廃止については、社会保障審議会、医療保険部会においての検討も進める必要がございます。まあ、そうした点を踏まえながら、まずは子ども未来戦略会議における議論を踏まえながら、そうした審議会における議論、まあ、そういったものに対する対応も図っていきたいと考えております。また医療費の無料化でありますが、これを窓口での負担を求めず無償化することは、まあ、自己負担の軽減による受診行動の変化、さらには不適切な抗生物質の利用などの増加が懸念されるなど、さまざまな課題が、まあ、実証研究において指摘もされているわけでございます。さらに財政事情ということもございます。こうした研究の指摘、あるいはこれからの議論、これをしっかり踏まえながら、ポイントは子どもによってより良い医療の在り方、これはどうあるべきなのかということだと思いますので、こういった点についてはしっかり我々も検討を進めていきたいと考えております。岡本君。はい、ぜひお願いしたいと思います。まあ、財政負担の話出ましたけれども、医療費の推移を見ますと、残念ながら子どもが減ってきている関係上、小児科の医療に関わる支出というのは、残念ながら総額とすると減っているんですね。なので、財政上、例えば無料にすると増えるとか、国がやると増えるとか、そういうことはもし増えたらもう本当に嬉しい悲鳴になると思いますが、その点は指摘させていただきます。そしてもう一個飛ばさせていただいて、障害児への行政サービスの所得制限、ここも伺わせてください。ですね、障害児の通所支援、それから補装具支給、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、これ、所得制限があったり、あるいは負担割合が、例えば通所支援だと、年収890万以上だと3万7200円で、未満だと4600円と、あまりにも差がある状況です。障害を持ったお子さん、ご本人、資料2では大きくなってごめんねという記事が載っています。障害があるお子さんが成長することをしっかり支える意味でも、この所得制限ですとか、あまりの格差、これは是正するべきだと思います。この点、自見政務官、お答えください。自見大臣政務官。はい、お答えいたします。今回の試案、特にその中核となります加速化プランは、2030年までの6から7年間で少子化傾向を反転できるかどうかのラストチャンスであることを踏まえ、まずは今後3年間を集中取り組み期間として優先的に取り組むものを整理したものであります。
家族化プランでは国際比較におきまして相対的に割合が低い現金給付を強化することとしていますが、その際まずすべての子どもの育ちを支える経済的支援の基盤を強化することとし、具体的には児童手当の所得低減の撤廃、高校卒業までの延長、多子世帯の経済的負担を踏まえた手当額の拡充を行うほか、高等教育費の負担軽減、住宅支援の強化などを行うこととしております。これは障害児の家庭の経済的負担の軽減にも大きく資するものであると考えております。一方、お尋ねの障害児支援に関します福祉サービスの利用に関しましては、1割の自己負担を原則としつつ、それが過剰な負担とならないよう、自己負担額の上限額を所得に応じて設定する仕組みとなっているものであります。また同一の世帯にサービスを利用する者が複数いる場合に、世帯の負担軽減の観点から利用者負担を合算した額のうち基準額を超える部分を償還すること、また令和元年10月以降3歳から5歳の障害児にかかるサービスの利用者負担を所得にかかわらず無償化することなど、きめ細かい配慮をしているところでもあります。この利用者負担につきましては、制度の持続可能性や公平性等も踏まえて設定しているものであり、ご指摘の一律無償化については慎重な議論が必要であると考えておりますが、それぞれのご家庭にさまざまなご事情があり、きめ細かい支援をしていくことが極めて重要であると考えております。岡本君。はい、障害があるお子さん、ご自身がやっぱり伸び伸びと育つことができるように、それから障害があるお子さんを持っているご家族が安心して子育てできる環境、これを整えていただくことを望みたいと思います。出産一時金のお話ができなかったので残念ですが、出産一時金、これ保険適用を進めていくという報道等もございました。3割負担も負担をさせない方向で、それから助産院ですとか保険適用で出産をした結果、今の50万上げていただくのはありがたいんですが、結果として持ち出しが増えるなんてことは絶対ないように望んで質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。これにて岡本あき子君の質疑は終了いたしました。